前日に自身のインスタグラムで結婚を発表した米大リーグ、ドジャースの大谷翔平選手、29、が2月29日、アリゾナ州グレンデールのキャンプ地で囲みの会見を行った。一問一答は次の通り、ご結婚、おめでとうございます。もし言えたらでいいですけど入籍日などは？日本人の方ですね。入籍日は基本的には言わなくてもいいかなと思っているので。至って普通の人というか、普通の日本人です。知り合ってどれくらい？正確な日付はわからないですけど、初めて会ったのは3、4年くらいですかね。3年ちょっとかな。結婚は FA の判断に影響はあったのか？それは全くなかったですね。彼女自身も僕の意見を尊重くれていますし、ここまで野球とは別のことなので。どこに行っても来るという感じだったので、そこは全く関係なく自分がどこで野球がしたいか一番だった。なぜ、このタイミングで発表した？シーズン中より、まず入る前が自分自身もそうですし、トータルで見たらベスト。時期に関しては書類の整理があったので、もう少し早めにしたかったが、今日に伸びたという感じです。きちんとアナウンスしたのは？一番は皆さんがうるさいので、しなかったらしなったらでうるさいので、今日ここで発表して野球に集中したいのが一番。結婚の決め手になったのは？なんでしょうね。これというのはないですが、一緒にいて楽しいですし、なんとなくずっといることが想像できたからですかね。マイナス3、4年前に知り合ったそうですが、二刀流を始めるにあたって食生活などは変わったところは？初めて会ったのがそれくらいというだけで、実際にはもっともっと後なので。シーズン中には特に来てなかったですし、基本的には今まで通りというか、渡米してから今まで一人でいたので、そこは去年と変わらなかったと思います。どんなところに惹かれた？これというのはないですね。全体的としてに雰囲気というか、一緒にいて楽しいですし、これ一つというわけではなくで、全体的な雰囲気が合っているというか。手料理は？食事、まだ実際にはこっちに来てそこまで日は経っていない。そんなに長いことではないので、そこまで食べてないです。たくさん食べてないです。プロポーズの言葉は？普通に言いました。あえて言う必要はないと思います。交際期間は？どれぐらいですかね。初めて会ったのが3、4年前というだけなので、実際にどれくらいだったか。婚約したのが去年なので、それを指すなら去年ですかね。将来的に子供の数が出ていますが、希望とかイメージは？もちろんそうなればいいですけど、自分以外のことは言うと叶わないような気がするので、あまり言いたくない気がします。ワンちゃんを飼われたことと結婚は？ぼやっとは考えていましたけど、基本的には手術した時もずっと一人で見ていたので、もちろんぼやっとは考えてましたけど、そこまで必ずという感じではなかった。犬好きで飼うのは二人で決めた。僕が勝手にというか、僕はもちろん前々から飼いたいなというのがあったのでタイミング的に良かった。電話した時にむしろびっくりしていたくらいの感じでした。馴れ初めは？言えないです。今後に向けては言えなくはないですけど。言える範囲では？言える範囲で、短いスパンで何回かたまたま会ったのでそこからというのが一番ですかね。アメリカで、ですか？いや、日本で、です。短いスパンで会うと言ってもデートは難しい。言ってないですね。基本的にアメリカにオフシーズンの最初、去年は手術があったのでほぼ日本に帰っていないですし、オフシーズンも基本的にこっちにいたりすることがあったので、そんなに外に出ることはなかったですね。二人で一緒に室内で時間を過ごしているうちに惹かれた。まあラフな感じで過ごしていました。外に出たら皆さんがうるさいですし。の一般の方で今、一緒に住んでいる。はい、キャンプの途中でこっちに来ました。結婚発表、大谷翔平の生の声に、大家が奥さんの話をしてる、好感しかない、ファン絶賛世界中が祝福。結婚を発表したドジャースの大谷翔平投手が29日、日本時間3月1日、アリゾナ州グレンデールのキャンプ施設で囲み取材に応じた。大家の生の声に世界から注目が集まった。気になるお相手については、日本人の方ですね。至って普通の人、と多く語らず、正確な日付はちょっとわからないですけど、初めて会ったのは3年、4年くらいですかね。3年ちょっとかな、と知り合った時期を明かした。
馴れ初めは言えないです。言えなくはないですけど、言える範囲で短いスパンで何回かたまたま会ったので、そこからっていうのが一番ですかね、と説明。プロポーズの言葉は、と、普通に言いました。あえて言う必要はないと思います、と詳細は控えた。会議中、報道陣に向かって、皆さんがうるさいので、と正直に答える姿に、会見の一問一答も良きですわ。さすが大谷さん、さっぱりしてていいな、やっぱり素敵、皆さんがうるさかったから、とはっきり言った大谷選手すごい、面と向かって報道陣に言ったのが好感しかない。大谷翔平どこまで株上げるの、大谷さんは結婚会見の答え方も上手だな、とファンは大絶賛。結婚本当にしたんだな、私がするはずだった、生の声聞いて一気に現実、と結婚発表から時間が経つにつれて、坊やの結婚が事実だと実感が湧きショックを受けるファンもいたが、坊やが奥さんの話をしてる。見てるだけでニヤニヤする、こんなビッグニュースをここまでしっかり隠し通せた二人と関係者すごい、週刊誌やマスコミに抜かれなかったのもポイント高い、本当におめでとう、と祝福の声で溢れている。また、開幕戦が行われる韓国ファンの間にも、大谷バイバイ、大谷ロス、と電撃結婚発表に衝撃が走った、完璧な大谷が選んだ女性ってどんな人なんだろう、とお相手探しが加熱するも、大谷が選んだんなら間違いない、大谷翔平幸せを祈ってるよ、末永くお幸せに、など祝福。世界中のファンが大谷の幸せを願っている。広鶴すみれさん大谷の結婚を、予知、大谷さんが投稿した1分後くらいにたまたまインスタを。ハーバード大と、世界最高峰の音楽大学の一つのジュリアード音楽院を卒業したバイオリニストの広鶴すみれさん、30、が1日、テレビ朝日、羽鳥慎一モーニングショー、月曜から金曜前8、0、に出演。結婚を発表したドジャースの大谷翔平投手29についてコメントした。大谷は自身のインスタグラムに愛犬デコピンの顔を添えてシーズンも近づいておりますが本日は皆様に結婚いたしましたことをご報告させていただきますと発表。29日、日本時間3月1日の練習前にはアリゾナ州グレンデールのキャンプ施設で囲み取材に応じた。囲み取材では結婚について相手は至って普通の人です。普通の日本人です。初めて会ったのは3、4年前、決め手は一緒にいて楽しいですし、なんとなく一緒にいるのを想像できた。婚約したのは去年なので、キャンプの途中に彼女がこっちに来ましたと話した。この時期の発表に関しては、一番は皆さんがうるさいので、発表、しなかったら、しなかったでうるさいですし、と報道陣を笑わせた後、相手は一緒にいて楽しい人。発表して野球に集中したかった、と語った。その上で、シーズン中より、シーズンに入る前がベスト。書類もいろいろあったので、時期的にはもう少し早くしたかった、と手続き上の問題で、やや発表が遅れたことを明かした。馴れ初めや婚姻届の提出時期などについては、言う必要はないですし、言わないです、とはぐらかした。ただ、周囲の目もあってなかなか、外で出歩くことは難しかったようで、外には行ってないですね。ラフな感じで過ごしてました、ともっぱら自宅でのんびりくつろぐ形で愛を育んできたという。番組では、大谷の電撃結婚をトップニュースで伝え、司会の羽鳥慎一アナウンサーが、どこで知りました、と聞くと、広鶴さんは、私はちょうど移動中で、大谷さんが投稿した1分後くらいにたまたまインスタを開いたら、一番上に出てきたんですよ、と明かし、思って、本当かなって思って、アカウント名クリックして本当に本人か確認して、でもニュースサイト見てもどこにも載ってなくておかしいなと思いながら。一人でタクシーに乗っていたんですけれども誰かと共有したくて運転手さんに、大谷さんが結婚したみたいですよ、とお話して、びっくりしてました、と話した。